そして私はこの4年間皆様方と共に実現してきた政策、そのうちの一つがこの皆様が今通っていらっしゃる道路でございます。今皆様がお通りになっているこちらの道路、そして国道356号、さらに交差しております県道、これらは全て我孫子市ではなく千葉県の管轄でございます。この我孫子市において千葉県が管轄している案件が非常に多い、これが我孫子市の特徴であります。この皆様が愛する自然、手軽なもそうです。各市町村にまたがっているものは全て県が管轄をしている。だからこそ県政、県議会、そして我々県議会議員の役割が我孫子市の発展には、活性化には欠かせません。私の後ろに政党や組織はなくても、市民の皆様が返事をしてくださっているからこそ、しっかりと政策を実現することができるんです。無所属だからできることがある、無所属だからこそしがらみなく皆さんの声をしっかりと県議会へと届けることができる、そして行政へと働きかけることができる、それは私水野勇気しかできないと思っております。働く世代の代表、そして女性の代表、子育て世代の代表として、今やらなくてはならないことがたくさんあるんです。お騒がせしてごめんなさい。これまで私はたくさんの女性、お母さん方と交流してまいりました。子育てのお悩み、そして出産妊娠のお悩み、それだけにとどまらず、働く女性の皆さんが男女平等という観点で働きやすい環境を整備していくために、私水野勇気がこの我孫子市民の女性の代表として、働く世代の代表として、そして民間出身の私がしっかりと市民目線で地方政治に働きかけていくことができました。それは全て市民の皆様が私にしっかりとさまざまな情報やご意見を私に伝えてくれたからです。そしてその声をしっかりと県議会、行政へと働きかけ、たくさんの政策を実現することができました。引き続き私はどんなに厳しい選挙戦であっても、完全な所属を貫き、市民の皆様本位の政策をしっかりと実現すべく、この選挙戦を市民の皆様方と共に戦い抜いてまいります。皆様の一票でこの我孫子の未来、そして皆様のみならず皆様のお子様、お孫さんの将来が決まるんです。無駄な税金を省いて、しっかりと子どもたちに未来のある、そんな我孫子市を共に作っていきたい、この思い一心で8年間全力で皆様方とこの地方政治前進させてまいりました。